単身赴任の家を出たまま行方がわからなくなっていた。中日前に軍投手コーチの門倉武史氏が6日夜に自宅に戻ったと、妻、民子さんが門倉氏のブログで7日に明らかにした。門倉氏は医師の診察を受けた結果、うつ病と診断され、当面の間は治療と静養が必要な状況だという。ブログは、報道関係者の皆様、ファンの皆様へという書き出しで、夫、門倉武史が昨夜、無事、自宅に戻りましたことを、謹んでご報告申し上げます。皆様にはこれまでご心配をおかけし、大変申し訳ありませんでした。心よりお詫び申し上げますと謝罪とともに報告。私たち家族は無事に帰ってきてくれたことにとても喜んでおりますが、医師の治療を要する状況と思われたため、本日、医師の診察を受け、うつ病と診断がありました。当面の間、治療と静養が必要な状況ですと伝えた。そして、本来であれば、門倉本人が自ら、関係者の皆様に事情をご説明し、お詫びを申し上げるべきところですが、私たち家族すら失踪の理由や、これまでの経緯を聞くことができない状態です。今後はしばらくの間、医師の指導に従い、治療に専念したいと思います。この度、本人の回復を待って、改めて、その機会を設けさせていただければと思います。皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げますと綴った。門倉氏は5月15日以降、中日でコーチを担当するファームの練習を無断で休み、連絡が取れなくなった。翌16日に家族が愛知県警に捜索願いを出し、行方を探していた。スポーツ紙の友軍記者によると、中日の選手から、門倉さんが見つかって、ほっとしましたと連絡が来たという。退団してしまいましたが、門倉さんを慕っている選手たちは多いです。失踪の後に横浜市内で見つかったという情報がメディアで流れたのに、確認された事実がないと家族が発表していたので本当に無事なのか、中日の関係者だけでなく、他球団の選手、首脳陣、OB も心配していました。行方がわからなくなったのは色々事情があったのでしょうけど、それは個人的な問題だから、深く立ち入る必要はない。とにかく無事に見つかってよかった。うつ病が心配ですが、ゆっくり休んでほしいですね。もうそっとしておいた方がいい。今回の経緯についても門倉本人からお詫びや事情説明をこの場でする必要はない。まず治療を最優先にして、心と体が落ち着いたら中日球団に謝罪すればいい。でもそれも当分先でもいい。とにかく心が安らぐ場所でゆっくりしてほしい。SNS、ネット上でも安堵のメッセージが相次いだ。家族にも心配をかけないように時を使っているうちに自分でもどうにもならなくなって、いっぱいいっぱいになったのかなと思います。とにかくご無事で何よりでした。すぐに話を聞かなくても帰ってきてくれただけでよかったと思います。うつ状態の時は生きている。生活するだけで精一杯です。話なんて後からでもいいと思うし、話すことがさらにストレスになることもあります。門倉さんの優しい性格ゆえに、そっとしてあげてほしいし、今は治療に心の休養に専念させてあげてほしいです。とにかく事件、事故に巻き込まれてなくて本当に良かった。これまでのご家族のお気持ちをお察しいたします。さぞかしご安心されたことでしょう。本当に良かった。人はそんなに強いものではないし、そっとして差し上げたいですね。
命に変わるものはない。今後は治療に専念して、心身が回復することを願うばかりだ。梅宮明そう。